はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、番組のご視聴いただいている方から、依頼という形、要望という形でね、ぜひこの問題に関して言及してくださいということでいただきました。その問題に関してね、言及させていただきたいと思います。今回何かっていうと、少し前にですね、起こった事件ということで、アメリカでね、その中国出身の研究者、今アメリカに住んでる中国出身の研究者がアメリカの自宅で射殺されるということで、これが新型コロナウイルス研究者だったという、これに関してですね、まず、いろんな記事、いろんなメディアが、ね、扱っていたんだけど、今回ちょっと引用させていただきたいのが大紀元というところです。この大紀元ね、英語でエポックタイムスということで、この大紀元って何ぞやってね、大に紀元の紀、紀元なんね、なんとか言うじゃないですか。その中でこの大紀元っていうのは、皆さん、法輪功って知ってますかね。いわゆる宗教団体、中国の法輪功っていう宗教団体があって、中国共産党から弾圧を受けていると言われている段階、その法輪功、これ日本の中にも入ってきてるんですね。例えば靖国神社なんか行くと、よく法輪功の人々が活動していて、その中で中国共産党の悪事に関して、いろいろとね、ビラを配ってやってるわけです。そしてその大紀元っていうのはそれとかなり流れを組んでるわけで、それの主張とよく合ってるわけだけど、その中で大紀元が出してるものをまず一つ読まさせていただきたいと思います。法輪功ということでね、結構法輪功の人々って、靖国神社もそうだし、日本国内にも行ってね、で、例えば、世界各地に結構いたりします。以前行った時、例えばオランダのアムステルダムに行った時、ウイグルの独立者の団体と、その近くで法輪功の団体が近くでね、やってたわけです。なので、その中国共産党に、対して意を、表する団体が、そのような形でね、やっていたんだけど、これに関してはまた後日ちょっとアップしたいと思ってます。で、その中で、日本においてもいわゆる保守層と呼ばれている人々の中で、法輪功の、ね、人々が入り込んで、いるのが事実です。その中で、その法輪功大紀元に出しているものということで、まずちょっと読ませさせていただきたいと思います。何が起こったのかということで、これは他の記事でも出されて全くその通りなんだけど、アメリカのペンシルバニア州ピッツバーグ大学医学部の助教授、リュウビンさん、37歳で医学部の助教授だから、そんなもんか、37歳ぐらいになるのかな。5月2日、自宅で殺害されたということです。犯人は後に自殺しており、動機は明らかになっていないということで、地元の KDKA ラジオによると、リュウビンさんのかなり致命的な、銃創が複数見られたということで、窃盗品はなく、家を荒らされた様子はない。事件当時妻は家にいなかったということで、リュウさんの自宅から90メーターほど離れたところで別の中国人の男が男の車の中でね、死亡しているのが発見された。検察官のね、検視官の予備調査の結果で、犯人はリュウさんを、撃った後車の中で自殺したということで、地元のアレゲーに、軍司官、事務所は男を、特定したということで、グンハオと言われている47歳の男、他に容疑者が逃走した形跡がない、ということで、2人は知り合いだったということです。その中で、ピッツバーグ大学医学部のホームページに掲載されたメッセージによると、リュウさんは新型コロナウイルスの感染メカニズムや合併症の研究を進めていて、非常に、重要な発見をする段階に近づいていたということで、研究の完成に進めるということで、卓越した、科学的業績に敬意を示すと大学側は、書いているということで、その中で、中国出身ということで、2012年シンガポール国立大学で博士号を取得しということで、その後渡米して、カーネギーメロン大学で有名著名な、コンピューター科学者エドモンド・M・クラーク博士の下で、研究を行ったという4年6年前ね、ピッツバーグに移り住んだということで、その中で2人の住民は地元メディアに対してリュウさんと面識がなくということであったわけだけど、これが例えばいろんな噂がささやかれています。これは何かというと、例えばね、いわゆる中国共産党が差し向けた刺客が殺害したという説もあるわけです。その中で、確かにそれも考えられるとは考えられるんだけど、ただ犯人が自殺してしまったところを考えるとどうなのかというのがあるんです。ただ実際他に犯人がいたんじゃないかという、説もあってね、確かにこのご時世において、例えばね、いわゆる諜報の世界において、例えばアメリカなんか CIA も動いてます。その中でね、この劉氏が、新型コロナに関して何らかしらのこの情報を中国からもね、今アメリカ側としては武漢の生物兵器研究所で出された生物兵器がというふうに言っているわけで、その中で、重要な情報を握っていた可能性もあるということで、それが、いわゆる中国共産党関係者に殺されてしまったというふうなことも、
考えられるのは確かにそれは考えられるのかなって感じはします。諜報活動、例えばアメリカなんか CIA 国内向けだと、国内向けだとね、FBI で、他にもね、いろんな各国において、諜報機関などもあります。じゃあ日本はどうか、まあ、先の大戦まではね、もちろん日本の諜報機関というのがあって F 機関なんかもありました。その中でね、日本の諜報機関の諜報員が世界各地に行ってね、日露戦争もそうなの、それで諜報をかけて、現地協力者を得てね、そこから仲間にして動かしていったっていう事例もあります。諜報活動ってのはね、これはこの世の中でも行われていることだって、日本においては今表立っては行われてないんだけど、情報収集ということで、例えば日本でいうとね、いろんなあるとか内閣情報室とかね、外事課とかってね、そして、日本向けだったら公安ね、公安があって、そういったカルト宗教とか、もしくは、極左団体、極右団体をね、監視してたりする、調査してね、そういったところがあるわけです。それはまあ、身分を明かして入る人もいれば、身分を明かさずに内偵調査という形で、その仲間に、ね、入っていって、内偵調査を行って、情報を収集するというやり方もあるわけです。その中で、日本ではね、一昔もあったかもしれないけど、今そういうことはないと思います。ただ、外国においては特にね、共産社会主義の国では、いわゆるそれ情報機関、諜報機関の中に、スパイ、エージェント、まあ、いわゆるその諜報員がいて、それが抹殺するという指令もあるわけです。これはね、情報収集、破壊工作、抹殺、そういったものがあるんですね。例えばロシアなんかもね、先日こういったことがありました。コロナ、これに関して危険性を言ってね、それに対していろいろと、政府に対して提言したところ殺されてしまった、これもロシア、昔は KGB ってあってね、まあ、それに代わる団体が今あるわけだけど、そのロシアの諜報機関が差し向けた刺客が、やったということも言われています。もしくはイスラムの、例えばね、シーア派のね、団体なんかもね、その中でいろいろと噂を聞くところではあるんだけど、いずれにしても、こういう世界においてはね、消す消される、そういうのはね、やっぱりあることなんでね、確かにそう言えることだなって感じはします。大秘伝というのはね、なんか最近結構大秘伝日本でも配ってる人いるんだけど、まあいわゆる法輪功とつながりがあるのは事実であって、その中でまあ中国共産党の臓器狩りであるとか、いわゆるまあ他のね、いろんな問題点を出している、ところです。アメリカに一応ね、本社というのがあって、そこからまあ世界何40カ国ぐらいか、30カ国40カ国ぐらいにはね、支部があって、発行数としては大体150万部ぐらいですね。2000年5月にできてということで、まだそんな20年ぐらいしか経たないんだけど、その中でまあ日本でもね、活動している人々を見ることができるかなって感じはします。ということで今回ね、まあアメリカで起きた中国出身の学者が、まあ、殺害されたという件に関してということで、いろいろと噂がささやかれていますけど、言及させていただきました。